暗黒女子は、秋吉理香子のミステリー小説、二社の小説推理において、2012年12月号から2013年3月号まで連載された後、2013年に出版された。ミッション系の女子校である、聖母女子高等学院を舞台に、同校の女子生徒で、生徒たちの憧れの存在であった、白石泉の不可解な死をめぐって、 疑いの目を向けられた文学サークルのメンバーらが、朗読で、おのおの犯人と思う人物を告発する物語。2017年に映画化作品が公開。名門ミッション系女子校である、聖母女子高等学院で、学園一の人気を誇るカリスマ、白石逸美が、スズランの花を手に持って屋上から飛び降りて、謎の死を遂げた。そして学園内では、 白石いつみが主催していたサークルの中に彼女を殺した犯人がいると噂が流れる。いつみの親友である住川さゆりは文学サークルの会長を引き継いで楽器末恒例の闇鍋をしながら部員たちが自作した小説の朗読会を開催し、いつみの死の真相に迫ろうとする。さゆりが提案した朗読テーマは白石いつみの死についてだった。 犯人を告発する物語を一人一人発表していくことになり、次第に5つの物語の中に隠された真実と不穏な空気が5人の少女たちを取り囲んでいく。5人の部員たちの朗読が終わり、住川さゆりの朗読が始まる。だがそれは白石貢による告白文であった。教師の宝城真嗣と恋人関係であった白石貢は、 密会の場として文学サークルを復活させたが心の渇望を感じていた。そこで白石逸美は脇役としてレベルが高く個性的な部員たちを集めそれぞれの秘密を握ることで屈服させることで自らが主人公であることに優越感を感じていたのだ。白石逸美の告白によりそれぞれの犯していた秘密が暴かれていく。海外作品を盗作していた。 高岡氏よる実家の店を放火していた、小南茜、不特定多数の男性との援助交際をしていた、二谷美玲姉を突き落として、代わりに留学をしていたディアナデチェバ、学校のネットワークに侵入して、自分の成績を改ざんしていた、小賀園子。だが、父親に北条との交際がバレて中絶させられたい、罪は、文学サークルの部員たちによる裏切りにより、 自身の妊娠を突き止められ父親に密告されたのではないかと考え部員たちに復讐することを目論む。そして部員たちを集めた白石一美は子供の名前にする予定であったスズランを手に持ち屋上から飛び降りて自殺してしまう。そのスズランから自分たちの関与が疑われることを避けるため部員たちはスズランを別の意味にしようと格索していたのだ。しかし実は 白石逸美は狂言自殺であり、退院後に北条と駆け落ちをしたため、父親がスキャンダルを避けるために死亡したことにしたのだ。白石逸美は闇鍋にスズランの毒を入れて、墨川さゆり以外の部員たちを殺害しようとする。それを知りパニックになる部員たちの前で、これまで白石逸美を先導していた墨川さゆりの告白が始まる。駆け落ちした白石逸美は、 すでに究極のエゴイストではなくなり、平凡な生活に浸って平凡な愛を喜ぶ、極めて凡庸な人間になっていた。それに失望した住川さゆりは、定例会前にスズランの毒により、白石逸美を殺害。その後の定例会で、部員たちが食べていた闇鍋には、白石逸美の肉が提供されていたのだ。その後、自らが主役となった住川さゆりは、 文学サークルの会長として新たな部員たちを勧誘するのであった。兄、さきゆなによる漫画版が描き下ろしにて刊行されている。同名タイトルの映画が2017年4月1日に公開。監督は役も祭事、主演は清水文香といいでマリえ。ありがとうございます。